チーズ。どうも、誰も知らない狩人です。ババンババンと言っても、まあこれ見た目はねそんなに新しくないですけども、アロイガンマシリーズやっとできました。アンジャナフを毎回このコラボのためになぜかアンジャナフね、カスタムで宝玉使うもんでいつも枯渇してるんですけど、なぜかこのコラボが来た時だけ私はアンジャナフが物欲センサー全開となり、毎回10匹20匹と飼っている。まあ愚痴はさておき、こちらセット防具ですが、強い強い。まあもちろんガチ装備に比べたらもちろんそこまでではないんですけども、だがしかしですよ、これ始めたばっかの人、まあ今始めたばっかの人っていう人はなかなかいないかもしれませんけども、それにしたってですよ、ネタ装備だとしたっとで、したっとで、でですよ。弱戦特攻さん、ランナーさん、スリンガー装填数アップさん、超会心2、潜伏2、滑走強化1と、この中で、あんまり使い道がないスキル、ないんだよね。スリンガー装填数アップって死にスキルのようで、死んでないんすよね。ゼノジーバー落とすときにもスリンガー使うし、あいつ、ベヒーモスやるときもスリンガー使うしで、まあもちろんこの装備でね、行くかどうかは別としてですよ。スリンガー自体は決してね、死にスキルではない。まあ強いて言うなら潜伏がマムタルトでちょっと使えちゃうぐらい。で、あとこう、滑走強化もキャラによるけどね。でも双剣を使っている私は、全然むしろメジャースキルといった感じで、しかも、この通り、装飾品がこんなについちまうんだ。頭に第一、胴体に小二、小一一。腕に小11、アロイウエストは、3と1、アロイレッグ、3が1、3がいない、大が1と、まあね、何でも組めるようになってますね。耳栓 OK、解放 OK、匠 OK といったとこですか。ただスキルをバッと見た感じ、まあ弓か、双剣？ただスロット多いんで、鉄壁なんかも積めるんで、割と何でもいけちゃいそうな感じはしますけどね。使わないのは、何ですかね。弓矢以外のガンナーぐらいですか。というわけで、ちょっとね、何を、どれで組んでみようかな。組んでみようと思います。ランナーって、割と、手に入んないんですよ。俺持ってないんですよ。ランナー系の、5石も、作ってないし、なんで5石作んないかっていうと、装飾品がないからですね。防具も少ないんで、ランナーこれワンチャンあるんではと。というわけで、装備を組みつつ、属性アップ大の食事を、取ってみる。さあ、この通り、オール20というわけで、すべてのやられに対して耐性を持つという、これはこれでちょっとね、食事と、特化してないんで、食事を取らなければいけないんですけども、逆を言えば、食事を取りさえすれば、すべて20クリアという、この代物。なんか双剣作るような流れでしたけども、いろいろ加味した結果、ガイルアロー、ヒライを、作ってみましたね。この通り、体力増強、超回心、弱点特攻、ランナー体術だと、ちょっとスタミナの方向にね、振ってみましたよ。まだまだ。で、装備整えて、そして、なんだっけ、あ、不動も持っていきましょうか。敵は、そう、散々私を苦しめてくれたアンジェナフ君に、お礼参りですよ。おら、まあ、スタミナ関係の方にがっつり振ってますけど、どうですかね。あ、でもまあいいんじゃないかな。マヒンないね、こいつね。マヒンない、装備してないわ。失礼、装備していませんでした。でもアンジャナフのセット装備も発動するので、スタミナ関連に関しては非常によろしい、非常によろしいのでは。私ね、弓はたまに使うんですけど、やっぱね、このステップからの、連射がね、いつもスタミナ管理ミスるんですね。ここでさらに元気ドリンクならぬ、ないか、ないな、なさそうだ、スタミナを増やせればと思ったけど、なかったです。さあ、そういうわけで、行こっかい。アンジャナフちゃん、よくもね、君と戦うときにね、君はいいんだよ。
君はもうそんなね、さすがにそんな私は君に負けるほど弱くはないんですよ。君んところね、ほんとバゼルギウスとね、バゼルギウスとなんだっけあいつ、あ、イビルジョーだイビルジョーがね大量にね来るんですよ。それが辛くて辛くて、何回地獄を見たか、地獄映像。もう出かける前に大量に戦ってて、よっしゃもうなんとかこの一匹倒したら行くか、ギリギリだしでまあ簡単に4分ぐらいかなと思ったらバズルギウスがやってきて、焦ってる時こそね気をつけなきゃいけないですね焦ってる時こそ。おっと、ここはではカズヤで行きましょうか。お前のおかげでちょっと遅刻して怒られたんじゃい。あいた、意味が怒られたんだ。お前のせいではないが、間接的に言えばお前のせいです。はい、というわけでパン、まあ、あのセット装備にしては面白い性能なんで、あのまあね、鎧玉がね余ってたらね強化しておいてもいいかなと思いますし、そもそもとしてこの辺のスキル、弱点特攻超会心3、まあこれ自体についての2ですけども、ランナー、この辺が欲しいけど持ってない、弾がないとかそういう人はぜひとも取っておいていいかなと思います。まあイビルジョー2体なんでちょっと強めではありますけど、2回ぐらい倒せば、2枚なんでね、これイベントクエストで手に入るチケットで使うのは2枚なんで、その2枚さえ手に入れてしまえば、あとはまあ宝玉関連か、ちょっと大変かもしんないけどね。スキルが揃ってない人はぜひ、でももうもういいんじゃないですかこれ、いいんじゃないですか。というわけでお疲れ様でした。